レオン、レオン、宿題はやったの？うん、やったよ。本当に？というか、今日の宿題音読じゃない。やってるところ見てないんだけど。何かを一生懸命作ってるのは見たけど。やったって、ほら。ほら？うん、この格好見てよ。何その格好。母さん、孫悟空のコスプレだと思う。え？どうして孫悟空のコスプレを？宿題だったから。いや、宿題は音読。まさか。うん、そのまさかだよ、母さん。兄ちゃん、孫悟空じゃなくて音読だから。韻は踏んでるけどね、ラッパーじゃないんだから。俺これ作るのに3時間かけたのに。音読だったらそんなに時間かからなかったのにね。チャックだよ。ショックだよ、兄ちゃん。レオン、どんまい。なになに、どうしたんだ。ユージロー、実はレオンが宿題を勘違いして。って、なんであなたまでその格好してんのよ。なんでって、レオンと一緒に孫悟空の宿題をやったからじゃないか。なあレオン、なんで一緒になって勘違いしてるのよ。あなたが止めるべきでしょ。それは間違ってるって。お、間違ってたのか。うん、3時間かかったのに。チャックだ。ショックだよ、お父さん。まったく。私はアスカ、旦那のユージロー、8歳の息子のレオン、7歳のマモルと4人で暮らしている。そんな4人での暮らしはとっても楽しいんだけど、ツッコミどころが満載なんだ。アスカは若いな、かわいいよ。浮気はしないで悲しいよ。アメンも若いな、アイウエオ。浮きもに小エビも泳いでる。だよ、父さん、兄ちゃん。あっちょんぶりけ。ねえ、まあご覧の通り、ユージローとレオンがボケまくって、私とマモルが突っ込んでるって構図なんだけどね。レオンはユージローに似て勉強はできないけど、発想はとてもユニーク。マモルは勉強ができるけど少しメンタルが弱いところがある。二人のそれぞれいいところを伸ばしていけたらいいな。その数日後。母さん、ただいま。リー・アントワネットはフランス王妃。ただいま、母さん。お帰りなさい、マモル、レオン。じゃあ遊んでくるね。ちょっと待ちなさい、レオン。え、どうしたの、母さん。どうしたのって、今日は終業式だったでしょ。通知表見せて。めんどくせー、見せよっか。裕次郎の真似しないでいいから。うん、2ばっかり。まあ勉強は苦手だもんね、レオン。勉強も頑張ってほしいけど、この子が活躍できるところで活躍してもらえればいいよね。うん、頑張ってるね、レオン。算数とか1年生の時より上がってるじゃない。この調子で頑張って。ありがとう、母さん。次はマモルって。あれ、マモルは？あれれ、遊びに行っちゃったのかな。行ってきますも言わないで出てくなんて珍しい。じゃあ俺も遊びに行ってくるね。どうしたんだろう、マモル。通知表を見せるのが嫌だったとか。でもいつもテストは100点だし、成績が悪いってことはないはずなんだけどな。そして夕方。ただいま、もっとはヒマラヤ山脈がおうち。母さん、ただいま。おかえり、二人とも。おやつ用意してあるから手を洗ってらっしゃい。めんどくせー、洗おっか。あ、そうだ、マモル。ん？何、母さん。通知表を見せてほしいんだけど。あ、どうかしたの？なんでもないよ。はい、見せるのが遅くなってごめんね。先生が全部一番だって言ってくれたんだ。え？オール1？どうかしたの？いや、だって1って一番評価が低いはずよね。ううん、違うよ。母さんの時代はそうだったかもしれないけど、これ今は一番って意味なんだ。じゃあ俺も手を洗ってくるね。あ、そうなの？じゃあレオンは上から2番目の評価ってこと？いや、さすがにそれはないだろう。テストも30点とかだし。でもテストで100点をたくさん取ってるマモルが一番低い評価なわけないよね。そうだ、
今までのテストを見返してみよう。本当は点を取れてなかったりするのかも。そして私はテストを見返してみたんだけど、やっぱり100点。どういうことなの？その日の夜、裕次郎、話があるんだけど。うん。この通知表見て。守るのなんだけど。オール1。すごいな。守るは全部1番なのか。さすが俺の子だ。俺も全部1だったからな。いや、1は一番評価が低いってことよ。ママ友に聞いても1は一番低い評価って言ってたし。なぬ。え、じゃあ俺はずっと勘違いを。それは多分そう。なるほど。確かに0点しか取ってなかったしな。それでよく1番だと思えたわね。裕次郎はそうだったから妥当な評価だと思うけど、守は全部のテストで100点取ってるのよ。それなのにこの評価おかしいと思わない？そうだな。授業態度も悪いとは思えないし。守は何か言ってたか？何も言ってないけど、少し様子がおかしい気がするの。そうか。よし、俺に任せろ。考えがある。え？考えって？大丈夫、なんとかなるかわからないけど、なんとかするように頑張るから。ちょっと何よそれ。とにかく明日他人の先生に話を聞いてみるか。もしもし、うぐもりです。いつもお世話になっております。ああ、はいはい、うぐもりさん、こちらこそいつもお世話になってます。通知表のことをお聞きしたいんですが、どうして守の成績は全て1なのでしょうか？授業態度が悪いとかが原因ですか？ああ、そうです。私に反抗的な態度をよく取るんですよね、守くん。それにね、授業の邪魔をするんですよ。授業の邪魔を？それは申し訳ありません。本当ですよ。お家の方でも言っておいてください。それさえなければ守くんは文句なしでオール5です。余計なことして損してますからね。じゃあ私は忙しいのでこれで。お忙しい中ありがとうございました。守が先生に反抗を？授業の邪魔を？そんなの想像できない。ねえ守、今日学校に電話したんだけど。え、電話したの？うん、担任の先生に通知表のことを聞いたんだ。やっぱりあの1って一番評価が低いってことだったから、なんで守がそんな評価なのかって聞いたの。そしたら先生、守が先生に反抗したり授業の邪魔をしたって言ってたんだけど、それは本当？お母さんは守はそんなことしないと思ってるんだけど。先生の言う通りだよ。俺先生に反抗したり授業の邪魔をしちゃったんだ。だから2学期からは気をつける。ごめんね母さん。じゃあごちそうさま。あ、守！守、何か隠してる。でも結局夏休み中いくら守に聞いてもごめんと謝るだけだった。先生にああ言われちゃってるし、学校で何が起こってるかわからない。どうすればいいんだ。そしてどうすればいいかわからないまま2学期の初日を迎えた。レオン、守、行ってらっしゃい。行ってきます。母さん、行ってきます。裕次郎、守大丈夫かな。って裕次郎、いつの間にかいない。今日は仕事休みのはずなのに、どこに行っちゃったんだろう。数時間後、ん？電話。もしもし。ああ、いつもお世話になってます。はい？すみません、すぐに行きます。失礼します。ああ、うぐもりさん、来てくださりありがとうございます。マスカ、来てくれたか。何よその格好。そしてどういうことなの、授業に参加してたって。童心に帰りたくなって。童心に帰りたくなってじゃないわよ。本当に申し訳ありません。子供が子供なら親も親ですね。ありえないでしょ、小学校の授業に参加するなんて。高橋先生、失礼だぞ。あー、すみません、つい本音が。もうこのようなことは二度とないようにしますので。それじゃあ帰るわよ裕次郎。その前に校長先生に見てもらいたいものがあるんです。見てもらいたいもの？はい、この映像です。
映像。映像って、そこには担任の先生の嫌がらせから女の子をかばう守の姿が映っていた。それを見て舌打ちする担任の先生。チェッ、いつも邪魔しやがって本当にムカつく。2学期の成績もオール1にしてやるからな。ちなみにこのことを親にチクリでもしたら、他の奴らもオール1にする。それと守る、お前がチクったらかな子への嫌がらせはもっとひどいことになるからな。わかってます、告げ口はしません。ならいい。数十分後、よし、じゃあこの問題わかるやつ。かな子、わかるよな。いや、わかるわけない。こんなの小学6年生の問題だ。先生、俺が。はいはーい、はい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 、俺、わかりまーす。は？どうです、合ってるでしょう。どうや、答え全然かすってもないし、お前誰だよ。鵜久森裕次郎だ。父さん？何これ、ひどい。どういうことだ。え、お前いつから教室にいたんだよ。いつから？朝の会からだな。ちなみに朝の会で今日の給食の献立を発表したのは俺だ。嘘だろ。高橋先生、これはどういうことだ。君は生徒に嫌がらせをしていたのか？違います。これは何かの誤解で。誤解も何も、こうして映像に残ってるじゃないですか。言い逃れはできないぞ。正直に話しなさい。本当に誤解です。いつもこんなことしてるわけじゃなくて、今日はたまたま。先生、嘘つきだね。嘘つきの匂いがプンプンするよ。鵜久森の兄と、かな子。たまたまじゃないです。いつもいつも高橋先生は私に嫌なことをしようとしてきて、それを守くんが守ってくれてた。そのせいで守くんが高橋先生のターゲットに。他にもたくさん見てたって子がいるよ。うちのクラスの連中。おい、お前らどうして。守くんのお兄ちゃんが、守も守のクラスのみんなも守るって、いろんな学年のお友達を集めてきて言ってくれたんだ。だから私たちも大丈夫だって思ってここに来れたんです。レオン、そんなことしてくれてたの？わあ、だって守が元気ないのは分かってたから。カロリーメイトだな。父さん、チェックメイトだよ。でもお兄ちゃん、父さん、母さんも、クラスのみんなも、学校のみんなも、ありがとう。守、辛かったよね。ごめんね、すぐに気づいてあげられなくて。今まで一人で、よく頑張ったわ、守。その後、高橋先生はというと、懲戒免職になり、教育免許も剥奪された。さらに、このことがマスコミ各社に取り上げられ、顔写真もかなり出回った。これでもう高橋先生が生きる場所はないだろう。今アルバイトでさえ雇ってもらえず、家も借りられなくなり、ホームレスをしているそうだ。まあそれは私が仕組んだことだけどね。息子にあんな思いをさせたんだから当然だよ。そして守の通知表は差し替えられ、正当な評価をしてもらい、オール5になった。ちなみに高橋先生がかな子ちゃんに嫌がらせをしていた理由は、かな子ちゃんのお母さんが高橋先生の高校の同級生で、高橋先生が高校時代に告白して振られたからだとか。そんな理由で子供に嫌がらせしてたなんて、本当に最低な先生だよね。守、本当にごめんね。いや、母さん、こちらこそいろいろ心配かけちゃってごめん。でもこれでわかったろう、守。母さんもレオンも俺も、どんな手を使ってでも守を守る。これからはすぐに頼ってくれ。うん、いっぱい頼って。俺たちも守を頼るから。うん、そうだね、頼らせてもらう。本当に最高の家族だよ。この家族に生まれて俺は幸せ者だな。守。あれ、なんで泣いてるんだ。おお、そうか、守を守るってダジャレになってるもんな。それがおかしくて泣くほど笑ってるのか。全然違うわよ。
今ので台無しじゃない。父さんらしいや。でもほら笑ってる。ああ、はいはい、もうそれでいいわ。ダジャレって素晴らしいな。ダジャレには世界を救う可能性があるかもしれない。すごいね父さん、布団が吹っ飛んだ。おお、母さんも笑った。父さん、俺いつかダジャレで世界を救うよ。ああ、レオン、お前ならできる。守るにもきっとできるぞ。いや、俺は遠慮しておこうかな。よし、とりあえずあれを一丁やるか。あれってもしかしてあれ。ああ、そうだ、あれをやらないと閉まらないからな。母さん、やろうよ。守るも、やりたくないな。守る、助けてやっただろう。それはずるいでしょ父さん。しょうがないから私もやるわよ。よし、じゃあ行くぞ。せーの。めんどくせー、行こっか。こうして一件落着。家族の誰かが傷ついていたらみんなで助けようとするのがこの家族の良さだと私は思ってる。これからもこの家族とならどんな壁が立ち塞がっても乗り越えていけるよね。そして数日後、じゃあこの問題わかる人。はい、じゃあうぐもりくん。俺わかんないのに。先生、こっちのうぐもりくんもわかりません。え、なんで兄ちゃんと父さんがいるのさ。暇だから。父さんも今日休みでな。暇で暇で仕方ないんだ。兄さんは授業があるでしょ。父さん暇つぶしで授業を受けに来ないでよ。そんな恥ずかしがらなくてもいいじゃん。お、あれか、もしかして更新期ってやつか。それを言うなら思春期。更新期は赤ちゃんの時のこと。ジークムント・フロイトが主張する5つの心理性的発達理論の中で最初の段階だよ。おーね、全然わかってないでしょ。うぐもりくん、大変だね。そうなんですよ、いつも守るはこうやってはしゃぐので困ってます。いや、お父さんに言ったわけじゃないです。困ってるのは守くんですって。あ、お迎えが来ましたよ。ぬ、何しとんじゃー。まったく、こういうところがこの家族の問題点だよな。うん、裕次郎とレオンのことこれからもしっかり締めていかないと。帰ったらとことん説教してやろう。泣くほど説教してやろう。Thank you.